ボンバーマンランドは2000年12月21日にハドソンから発売されたプレイステーション用ソフト。2008年9月24日にはゲームアーカイブスで配信開始されている。いわゆるミニゲーム集となっているが従来のバトルモードも収録している。その後シリーズ化され様々な機種から続編が出ている。1985年12月に第一作。 ボンバーマンを発売して以来累計販売本数1000万本を超えるハドソンを代表する人気シリーズボンバーマンシリーズの15周年を記念するソフトである架空のテーマパークボンバーマンランド内のアトラクションやイベントをクリアしてピースを集めていくピースを集めるとランド内の特定のゲートを開けることができるようになり新しいエリアに進むことができる 本作は、桃太郎電鉄 V に収録されている、桃太郎ランドというミニゲーム集のおまけモードのシステムがベースとなっている。ランド内のアトラクションのほか、従来型のボンバーマンを収録。キャッチコピーは、5分でも遊べる。一生遊べる。南の島に建てられた、史上最大のテーマパーク、ボンバーマンランド。観光だけではなく、様々なアトラクションで遊ぶことができ。 多くのイベントも用意されている夢のテーマパークである。ここにボンバーマンがバカンスにやってきた。ナランド内のアトラクションを楽しんでいる。遊んでいるうちにボンバーマンはいろいろなところでピースを見つけた。ボンバーマンランドではこのピースを集めることで閉ざされた扉が開き新たなエリアを探索できるようになっている。ボンバーマンはすべてのピースを集めボンバーマンランドを隅から 隅まで楽しむことができるだろうか。ボンバーマンランドは5つのゾーンと8つのエリアに分かれている。ゲーム中に見つかるピースの色は各ゾーンの色と対応しており、それぞれのゾーンのしまっているゲートを開けるには、ピースの色が合っていないと通れない。タワーで閲覧可能な CM で紹介されている作品は、以下の通りボンバーマンランドのあちこちで手に入る1から25の数字が刻み込まれた。 不思議な物体。赤、青、黄、緑、白の5つのバリエーションがあり、全部で125個存在する。ピースを入手するとそれに対応した B カードというパスポートカードが反応して光る。手に入れたピースの組み合わせで、特定のゲートを通過できるようになり、行動範囲が広がる。ピースを入手できる条件は、様々なものがある。 エントランスエリア、アクアイリア、カジノエリア、アトラクションエリア、スペースエリア、ジャングルエリア、ダンジョンエリア、タワーエリア、インフォメーションセンターで購入することができるアイテム。B モードとも呼ばれている。電池が切れると使用不能になるが、その時は、インフォメーションセンターで充電してもらえる。このアイテムを持っていると、普段は、インフォメーションセンターでしかできないセーブやゲームの終了。 ピースの位置情報の閲覧がいつでもできるようになる。ランド内のどこかにいる漫画家武蔵のアチ先生をモデルにしたムサボンというボンバーマンに話しかけると持っているピースに対応した彼の書いた4コマ漫画を閲覧することができるようになる。以下のゲームはほとんどボンバーマンランドの名前を関していないものの開発は主に楽人が行っており いずれもランドシリーズの要素が色濃く反映されている。ありがとうございます。